やるっきゃねえよな。次の戦い決まったよ。ドルドレイは鷹の段で叩くんだって。ドルドレイ？希代の名将大将が攻めてもこの100年落ちなかった難攻不落の要塞だぞ。すでに先発の白虎騎士団は壊滅したらしい。おいおい、それで無理な仕事を押し付けられたってことかよ。いや、グリフィスが名乗り出たようだ。でかい戦になるようだな。けど心配はいらねえよ。あの冷静沈着なグリフィスが決めたことだろ。冷静でいられればいいのだけど。何？昔、鷹の段は地方貴族の領地紛争に参戦したんだ。その貴族は資産家だったが、悪趣味で有名だった。目にかなった少年ばかりを集め、従者としていたんだよ。子供はみんな、うつろで怯えるような目をしていたさ。ある晩、私は見てしまったんだ。グリフィスが奴といるところを。冗談だろ。あのプライドの塊みたいな奴が。グリフィスは勝つために何でもするんだ。自分の采配で死んでいった者たちにせめてできることだって。そんな。で、その貴族がどうしたってんだよ。その財力に物を言わせて、ある国の戦の前線で総司令をしている。おい、まさか。チューダー帝国北方戦線総司令官ゲノン。それが奴の今の肩書きだ。第一陣、前面の敵を蹴散らせ。なんて数だよ。本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時しのぎにしかならぬ。奴ら何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは多分これが最後だが、鷹の段切り込み隊隊長としてのけじめだけはきっちりつける。格好させられねえ。やってやる。飛んできやがれ。まずは見事、よかろう、受けてやる。全軍出撃、敵第一陣を撃滅せよ。
やるじゃねえか。ほらさっさと次行け。大将、俺たちも援護します。来る将がいるか。こいつやる。さっさと蹴りをつけねえとやべえ。高め、良い手駒を持っている。一度戻り立て直すとしよう。そろそろ潮時だぜ大将。第一陣撤退、本陣まで下がれ。ここで撤退とはな。ルイス、思い切ったことしやがるぜ。予定通り、奴らは餌に食いついてきやがった。何もかもお前の手のひらの上ってわけだ。いつもそうだったよな。ここから城内へ入れる。全てグリフィスの情報通りだ。貴族の誇りにかけても慰み者だ。またお前か。本当にゴキブリ並みのしぶとさだ。貴様、名は高野団切り込み隊長ガッツ。よっ、
敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。絶望的ってわけじゃ。ゾッド、奴は巨大な恐怖そのものだった。 すごい。それでは近づいたら剣風に巻き込まれるぞ。叙任式が済めば、グリフィスは白鵬将軍、鷹の段は白鵬騎士団か。ガッツ、出ていくのか。クロウがやっと実を結びかけてる。鷹の段はこれからじゃないか。もう決めちまったことだからな。このままあいつの夢に埋もれるわけにはいかねえんだ。不満でもあるのか。あるわけねえよな。俺たちは旧国の英雄だぞ。もうすぐ貴族の仲間入りよ。カビ臭い兵舎とおさらばだぜ。け、大ボケ野郎だぜ。血の滲む思いをしてやっと手に入れたものをお前は捨てちまおうってんだからな。俺は出会っちまったんだ、自分に振り向かせたいと思う奴に。だが高みを目指すあいつは俺には眩しく映った。もうごめんなのさ。あいつの夢の中であいつを見上げてるのは。俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたい。俺はあいつにだけは舐められるわけにはいかねえんだ。グリフィスの横に並ぶだ？バカ言ってんじゃねえ！あいつは特別なんだよ！俺たちとは違うんだ！貴様がその地位にいられんのはグリフィスあったればこそだろうが！地位や階級には興味ねえ。俺が欲しいのはもっと別の。自分で勝ち取る何かだ。それがガキのたわごとだってんだよ！そんなもんが簡単に見つかりゃ誰も苦労しねえよ。夢をつかめんのはほんの一握りの人間なんだよ。大抵は現実と折り合いをつけてなんとかやっていくもんなんだ。俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だったけど、どれも一番にはなれなかった。それで決めたのさ、自分でなれないなら一番になれそうな奴の下につこうって。最初から何も欲しがらない奴なんていないさ。でも誤解すんなよ、結構気に入ってんだ俺今の自分の立場もさ。見つかるといいな、お前の何かっての。お前、キャスカとは一体どうなってんの？ああ、なんだそりゃ。二人が崖から落ちた一件以来、ずいぶん親密な仲になったみたいじゃないの？まあ、あいつとはいろいろあったからな。なんだよ、その目は。鷹野団の古株なら誰でも知ってることだろう。あいつはグリフィスが。キャスカはグリフィスとは一緒になれない、多分。え？グリフィスは何一つ持たないところから大将軍の座に上り詰めた。でもあいつは止まらない。
あいつの求めるもの、到達点はただ一つだからな。いくら大将軍といっても所詮は軍人さ。それ以上のものではありえない。切り札が必要なんだ。何か最後の一押しをする。お姫様さ、シャルロット姫をいただいちまうのがグリフィスにとって野望を叶える一番の近道、そしてただ一つの方法だ。グリフィスは今や天下の白鵬将軍、旧国の英雄だ。決してシャルロット様と比べたって見劣りしたりはしない。偶然にもシャルロット様に次ぐ第二王位継承者のユリウス将軍とその息子のアドニス様は今は亡き者だし。ガッツ、お前、いや、まあいっか。ガッツ、このことはみんなに口外しないでくれ。あいつらを信頼してないわけじゃない。鷹の団は運命共同体だからな。だがあいつらには俺の薄汚い部分はあまり見せたくない。あいつらには登っていく感覚だけでいい。ガサツなお前には付き合ってもらうぜ、とことん。お前どう思ってんだ、キャスカのこと。抱きたいとか思ったことないの？俺は、あいつはいい女さ。戦場で背中を任せられる女なんてそうはいない。でもあいつは俺にとって女というより戦友なんだ。だから、いや違う、あいつが見つめているのはグリフィスだから。だから今は今の俺じゃダメなんだ。そっか、お前なら結構脈あると見てたんだけどな。